マリアーノ・アンドハルはアルゼンチンブエノスアイレス出身のサッカー選手。アルゼンチン代表。エストゥリアンテスでラプラタ所属。ポジションはゴールキーパー。CA、ウラカンからデビューした。その2年後にクラブはプリメーラビーナショナルに降格してしまったが、アンドハルはクラブに残った。2005年、イタリアの US チッタ・ディパレルモにレンタル移籍し、 主に、マッテオ・グアルダルベニア、ニコラ・サントーニの控えとして、リーグ戦11試合、UEFA カップ7試合、コッパ・イタリア3試合に出場したが、結局レギュラー獲得には至らなかった。2006年、ディエゴ・シメオネ監督が率いるエストゥディアンテス・デラ・プラタに移籍した。アペルトゥーラ2006では16試合で9失点に抑え、リーグ優勝を果たした。 エストゥディアンテスでは3シーズンの間、レギュラーとして108試合に出場した。2009年のコパリベルタドーレスでは、優勝の立役者となった。同大会では、グループリーグ第4節から準決勝のナショナルモンテビデオ戦ファーストレグまで8試合連続で、無失点に抑え、1977年に、ボカジュニアーズのウーゴ・ガッティが樹立した767分連続。 無失点の記録を破る800分連続無失点の記録を達成した。2009年6月24日、アルバノビサーリの後釜として、かつて所属したパレルモのライバルカルチョカターニアへ4年契約で移籍。4年ぶりにシチリアに復帰することとなった。カターニアでは2009の10シーズンから2011から12シーズン前半まで聖手ごかみとして90試合以上出場したが、 クラブ最高経営責任者であるピエトロ・ロモナコとの衝突により、2012年1月19日にフルス・エストリディアンテスにレンタルで復帰していた。ロモナコ氏がジェノア CFC へ転出したことを機に2012から13シーズンよりカターニアに復帰。再び政治 EK の座を取り戻し、クラブ史上最高価値点56を獲得して、最高順位タイとなる8位でシーズンを終えた。 ただ、2013年4月21日に行われた、フルスパレルモとのシチリアダービーでは後半ロスタイムに、ヨシップイリチッチに同点ゴールを決められた際に、相手選手に暴力行為を行い、後に3試合の出場停止処分を受けるなど、メンタル面の弱さが目立った。2014年1月28日、SSC ナポリへ移籍。なお2013から14シーズン終了までは、 レンタル遺跡という形でカターニアに残留することとなった。2014から15シーズンにはチームの目論み通りラファエウとポジションを争ったが11試合の出場に止まった。シーズン終了後にはクラブがペペレーナやガブリエウを獲得したため遺跡先を探すこととなり2015年9月8日に2度目となるエステゥディアンテス復帰が決定した。 アルゼンチン代表では2009年3月13日に初招集を受けたものの、しばらく出場機会を得られないでいた。6月6日の2010フィファワールドカップ、南米予選コロンビア戦で代表デビューを果たす。しかし、9月5日のブラジル戦で3失点を喫し、さらには、セルフィオロメロの台頭も重なって、再び控えに降格した。2010年5月19日、 本大会に出場するメンバー23人に選ばれた。ありがとうございます。